はい、では今回は3の3ですね。ウンババの住むジャングル。大量の猿を思うとお出迎え。猿をぶつけても大丈夫です。うわぁ。家の中にはないのかな。あっと、危ねえ。邪魔。まあ一応みんな打ち込みはしますけどね。卵残ってないんだよな。あー、くそ。ごめんなさいね、ったくそ。まあこんな感じで制されると、ケアされたら相手の頼りかな。カルガモですね。親を踏んだりすると子供が2匹連れていくことができます。子供だけにすることもできます。なんか飛んでる、うん、見づらいですけど羽が見えました。あ、倒しちゃった。邪魔。まあ、まず先に足を出すか。ああ、大丈夫だった。これ出しちゃうとヘリコプターが飛べなくなっちゃうんですけど、ちょっとさ、ちょっとこっちとか。このヤリフヘイフをみんな倒すと。行き来した後は消えてるので、実は最初これに気づかなくて取り直してます。よっ。あ、でも十分あるな。潜水艦です。魚雷を発射できます。うわぁ、この
ハリセンボンに撃っちゃうと膨らんで追いかけてくるんで、よし。わあ、あー倒せんかった。ここは結構長いんですよね。ただ赤コインは1枚だけみたいなんで、それさえ分かれば。しかし敵の数多いんだよな。バカが降ってくるし、トゲはあるし、魚雷の追尾性能いまいちなんですよね。うわー、誰にもある。判定キッズ。ふう、なんとかなりました。影響のゲイロー回避ですね。中間台はあるわ。うわ、プクプクが飛び跳ねています。踏むか、卵か。ただまあ攻撃当てるのはちょっと難しいんですけど、食べられますしね。あ、このカルガモの子なんですけど、ブーメラン見たくなって今なんか押してきた。には3発卵が出るかヒップドロップですね。でこのカエルは下で卵というか赤ちゃん触ってくるんで早めに退治。卵にできますけど、そのまま吐き出しても画面外に行っちゃうだけです。長いね、格好。高いって。あぶね。はあ、やれやれ。はい、これで勘弁してください。はい、では次は3の4ですね。ご視聴ありがとうございました。